こんにちは、大塚です。今回はいいトリートメントの基準、まあ、僕の主観になるんですけど、いいトリートメントの基準っていうのを少しお話ししていきたいなと思います。よかったら最後まで見ててください。で、まずいいトリートメントの基準として、pH ですね。pH、アルカリ性か酸性かっていうお話なんですけども、髪の毛もともと弱酸性になります。なので、弱酸性に最後しっかり戻してくれるようなトリートメントがよろしいかなと思います。そうすることで髪の毛のやっぱりこうカラーヘアだったら色の退色を防いだりとか、あとはパーマだったらパーマの持ちを良くしたりとかっていう効果もあるんで、できれば弱酸性のもの、もしくはもうちょい酸性寄りのもの、弱酸性ではなく、そうですね、pHでいうと、まあ東電点っていうのが 4.5 から 5.5 って言われてるんですけど、まあ、4.5 付近のものがよろしいのかなと思います。で、あとは、髪の毛に保湿っていうのは基本的に僕は必要ないかなと思うんで、髪の毛内部にですねしっかりとどまってくれるような成分の配合があるものが望ましいかなと思います。あとは、まあ、今言ったのはお風呂場で使う洗い流すタイプのトリートメントですねは、まあ、そういったものがいいかなと思います。あとそうですね、アウトバス洗い流さないトリートメントになると熱から守ってくれるタイプのものであったりとか、そういったものがいいのかなと思います。ドライヤー使う前に、基本的につけるものが多いかなと思うので、まあ、個人的にはオイル系のものよりは、ミストとか、ミルクとか乳液タイプのものっていうのが、まあ、いいのかなと思います。大まかにこうダメージ、髪の毛のダメージって、まあ、髪の毛に、まあ、見えないですけどこう穴ぼこが開いてるような状態、穴が開いてる状態ですね。それを、お風呂場のトリートメントで大まかに埋めて、細かいところをアウトバスで埋めるようなイメージでやると、より簡単にヘアケアっていうのはできるのかなと思います。まあ、そうするためにはその髪質に合うトリートメントっていうのを、まあ、選んでいかなきゃいけないところではあるんですけども、そういったところはですね、ぜひ美容師、僕ら美容師に相談していただければと思います。で、まあ、トリートメントの、目的に なるんですけども、ダメージの補修、僕はあんまり補修って言い方は好きじゃないんですけども、要はその髪の毛のヘアダメージによる開いてしまった穴を埋めるためのものなんで、まあ、そういったものが主成分に入っているものが、まあ、いいかなと。目的としては、髪の毛の表面を滑らかにする。デコボコだとどうしてもツヤとかも出づらいです。光の反射がしづらくなってしまうので、そのデコボコを埋めて、より滑らかに仕上げる。そうすることでまとまりだったりとかツヤっていうのも、まあ、できやすいのかなと思います。やっぱりこうしっかりケアされている方 と、そうでない方ですと、やっぱりこうしっかりケアしている方の方がもちろん髪は綺麗ですし、あと僕らが施術する際にですね、やっぱりその薬剤の浸透であったりとか、そういったところもですね、操作性がすごく良くなるんですね。なので、そういったケアっていうのをまあ大事にしていただけると、まあ、より、綺麗に髪の毛伸ばせるんじゃないかなと思います。はい、そんなもんですかね。そんなところですかね。まあ、もっと詳しい話っていうのは、まあ、それぞれ、の美容師によってもまたこう意見が変わってくるところだと思うので、まあ、そうですね、詳しい話とかもし聞きたいようでしたら、ぜひですね、コメント欄とかに書いていただけると嬉しいです。もしくは実際に施術しに来た際にですね、ご相談いただければ、髪に合ったトリートメントっていうのをご案内できるかなとは思うんですね。そのどういったものがいいか、なのでぜひ遠慮なくご相談ください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムもやってますんで、よかったらそちらもご覧になってください。ありがとうございました。